アン県は、フランスのオーベルニュ・ローヌ・アルプ地域圏の県である。その名称は、アン川に由来する。県には、自然区分上の地方であるブレス、ビュジェ、ドンブ、ペードジェクスが含まれている。1790年3月4日、ブレス、ビュジェ、ドンブ、ペードジェクス、そしてフランリヨネの一部を集め設置された。ブレス、ビュジェ、ペードジェクスは、1601年にサボイア公国からフランス王国に売却されて以来、ブルゴーニュ慣習法を採用していた。1791年から1793年にかけ、アン県内の9郡は国民義勇軍の第12大隊を構成する兵を提供していた。1798年から1814年まで、ペードジェクスは分離され、レマン県となっていた。ワーテルローの戦いで第7次対仏大同盟が勝利した後、1815年6月から1818年11月までオーストリア軍がアン県を占領していた。アン県は農業県と認識されているが、長期にわたって農業が主要産業であったわけではない。アン県の特産品として知られているのは、ブレス鶏、ブルードジェクス、ラムカン、コンテチーズ、クロン、ビュジェワインである。マニクルオク、セルドンオクである。ドンブとブレスでは穀物生産も盛んである。現在のアン県では、ジェクスのプラスチック製造業のような軽工業や自動車製造業が盛んである。過去30年間、330ヘクタールの面積を持ちサンビュルバとブリエにまたがるプレーヌドラン工業団地があり、労働人口を集めている。ビュジェ原子力発電所が、低ビュジェ地方のサンビュルバに設置されている。アン県には大都市がなく、県都ブールカンブレスやオヨナは中規模都市である。しかし、小規模都市や村の人口密度は高い。アン県の人口は19世紀後半にやや減少した後、農村部からの人口流出のため、第一次世界大戦中に急激に減少した。第二次世界大戦の後に再び増加し始めた。アン県南西部にまでバンリューが達した大都市リヨンに近いこと、ペードジェクス地方にバンリューの一部が拡張されたジュネーブの存在で後押しされ、特に最近30年間のアン県は強力な人口増加を経験した。近年は県西部がマコンやビルシュルソーヌに近いため人口統計が好転している。アン県に接するこの2つの都市は、県の中心にまで人口周回が広がる傾向にある。ありがとうございます。